さて、続きからやっていきます。あ、続きじゃない。前回はね、ちょっと終わりがよくわからなかったので、少しだけ巻き戻ってこの二人の方を進めてみようかなと思います。まあ、状況によってはカットですけれども、まあ、そこら辺はご了承ください。では探索してみましょう。ポスターの方が近いかな。これは、まあ読んだことあるね、多分。空き缶が入ってるだけか。あ、この自動販売機、変なのばっかやね。前、よく飲んでたわ。飲む人いるんだ。前、今は飲んでないの。うん。てか、そうね、時々変なのばっか揃ってる自動販売機ってあるよね。ああいうの好きなんだよね。で、私も結構買うんだけど、大体後悔するね。まずかないけど美味しくないっていうのが大体のパターン。特に気になるものはない。じゃあこっちは普通の自販機なんだな。各自で片付けることと書いてある。あ、これ重要だよ。ゴミ捨てっぱな人いるからね。19時。なんだか、すごく嫌な時間。どうして？わからない。なんだか気持ちが落ち着かないの。19時に反応する人か。やっぱりまあ、出てきてる以上関係はあるんだろうけど、これは何？霧かしら？なんか世界がモヤモヤしてる。ちょっと怖い。外がもすれば全く見えないっていうわけじゃないんだよな。珍しいパターンっちゃパターンかな。七星さんはタバコは吸う？吸わないかな。でもタバコの匂いは嫌いじゃないの。不思議よね。僕もだよ。なんでかな。うん、私もだ。なんでだろう。作り物でも本物でも綺麗なものは綺麗だよね。でも全然違うの。増加の話だよな。うん、これは意見が分かれそうだね。綺麗でも醜くても本物を求める人っていうのは少なからずいるし、まあどっちでもいいっていう人もいるわな。こっち、ああまだ開いてんのか扉は。エレベーターにあまり近づかない方がいいよ。私あまりエレベーターって好きじゃないの。なんだか怖くって。うん、絶対関係してるじゃん。例の事件に。乗るのはやめておこう。こっちは男子トイレだ。あ、私は外で待ってるね。ああ、一人で待つのは怖かない。来ましたよ、来ましたよ。私、鏡。好き。すっごい好き、これ。七星さんといるとなんだか落ち着くんだよな。昔から知ってる。そんな感じだ。うん、やっぱなんか関係してる。なんだろう。ハスは大丈夫かな？何か知ってそうな感じだったけど。何かっていうか、ほとんど全部知ってんでしょ？そうね。てか前回の終わりからして、かなちゃんも当然関係はしてるし、彼とも知り合い、なんだよな。うん。怖がりみたいだし、早く戻ってあげた方がいいかな。怖がりだったら来るような気もするけれども。まあいいや。あの子供の霊、追いかけてくるわけでもなく、ただ現れるだけだ。何か知らせたいのか、それとも。ゲームオーバーがなさそうっていうのは安心できるっちゃできるかな。早く帰りたい。あの子供の霊を見るとすごく胸騒ぎがする。怖い。とは違う。見ると僕が、消えちゃいそうな気持ちになるんだ。どうなんだろう。これもまだミスリードっていうか、そんな感じなのかもしんないけれども。女子トイレは？七星さん、中の様子見てきてくれないか？え？今はトイレ大丈夫だから、入る必要はないような。もしかして、怖い？女子トイレは諦めよう。いい笑顔だったね。でも一人でよく待ってたよな。まあ待つぐらいならいいのか。自分で、確かにトイレは怖いか。うん、怖いね。真っ暗だし。給湯室。あ、この給湯室は開く。いい給湯室だ。新品のティッシュがたくさん。それ以外何もないね。ティッシュか。開かないな。他の場所を調べるか。紙がたくさん。私絵描くの好きだけど紙にしか描かないの。
男の子ってどこにでも落書きするよね。身に覚えはあるから何も言えないな。そうね、ホワイトボードとか、あとは棚とか。棚っつうかなんだあれは。この配電も開かなそうだ。お、力入れただけか、今のびっくりは。外は相変わらず人気がない、薄暗いまま。なんだか寂しい空ね。この給湯室は何もないか。夏場の生ゴミの匂いは。ああ、そうね。毎日処分しないといけないかね。さっき見た子、すごく悲しそうな顔してた。何か伝えたがってるように感じたの。さっきの子、子供の幽霊か。ちょっと肌寒い。そうだね。今は真夏なのに。どうだい？あったかくなったろうって。社長のマネーパワーでさ、なんとか。七尾さんは料理とかする？作ったことないかな。え？一度も？クッキーとかなら何度かあるよ。あまり美味しくなかったけど。自分で食うだけだったらな。まあ、一人暮らしはコンビニかスーパー安定だよね。雑巾とかお掃除セットしかないね。使えるものはなさそうかな。洗剤とかしかないか。飲み物がたくさん。知らない飲み物ばっかり。普段変なの飲んでばっかだからなんじゃない？缶詰が並んであるだけだな。缶詰。非常食がいっぱいね。こういうのって意外と美味しいから、あったら食べちゃう。食べちゃったら非常食にならないよ。ああ、乾パンとか時々開けちゃうね。期限まだまだでも。で、大事な約束をしてた気がするよ。約束したのが結構前だから。それでも私、今日すごく楽しみにしてたの。きっと大切な人との約束なんだろうね。うん、大切な人。なのに私はその人のことを思い出せない。どういうことなんだ？生きているのか、それとも死んでいる人間なのか。そこら辺がまだはっきりしない。いや、死んでるとも限らないし、死んでないとも限らないというか、使えそうなものは特になさそうかな。早く帰りたいのに。帰る？どこに？え？あ、いえ、なんでもない。今の発言地味に怖くないかい？テキストが閉まってあるだけで特に何もないな。ゴミ箱は空っぽだ。ホワイトボードも？研修で使用されるホワイトボードかな。綺麗にされてるみたいだ。すごく深くそう。こういう椅子見ると回りたくなっちゃう。ああ、気持ちはわかる。若いね。ぐるぐる回ってこう腕を広げたりなんかこう縮めたりとかして速度が変わるのを楽しむんだよね。回転の。これわかる人はわかるんだけど。ここも何もないか。なんだ、給湯室と研修室は悪い研修室と給湯室だな。ラウンジと書いてある。鍵が買っていて入れないな。どっかに鍵がないか探してみよう。鍵か？てか、ここちょっと広いか？他のとこと比べて。開かない。あ、なんか黒い。なんだこの黒いものは。オイル。いや、地下？扉にべっとりとついて、ドアが開かない。冷静すぎねえか？自分とこの会社でこんな地がべっとりって。普通は考えないよな。開かない。まあ、暗かったら変な妄想の方が先に行っちゃうか。大会議室と書いてある。ただ、操作はパソコンから、みたいだな。
パソコン、プロジェクター。パソコンこれ起動はしてないのか。プロジェクターは何かに使いそうだけど、もう電源入って使えんだよね。だけど、何を映すか。何も書かれてないし、いたずら書きしたくなるね。七星さんって意外と中身子供だな。うん、それは純じゃ人のことは言えないと思うけど。気になるところはない。電源入ってないみたい。なんだ。ここも悪い大会議室だな。あれ、案外もう何もないか？USB？ ああ、メモリー。パソコンがあれば中身が見れるだろうか。USB メモリーを手に入れた。これはなんだ、パソコンを調べるのがフラグだったのかな？じゃあもう一回、いや、先にこれ使ってみるか。中に何が入ってる？てか、プロジェクターで見るようなものなの？映像ファイルか。動画ファイルのようだ。プロジェクターで映してみよう。これは、この会社のロビーの映像だな。ジュン、会社で暴れてはいけないよ。父さんと、僕。社長。天地君か。その子が蓮君か。ええ。ジュン君、君と同い年の私の息子だ。不愛想な性格でね、友達がいないんだ。ジュン君が友達になってくれたら嬉しいんだけど。これ、あげる。飴？うん、あのね、お菓子がたくさんあるところ知ってるんだ。一緒に行こう。うん。あら、皆さん賑やかですね。おや、今日は休みでは？ええ、今日は娘と買い物をしていたのだけれど、明日使う大事な資料、書類を忘れてしまって、近くだったし取りに来たのよ。ほら、ご挨拶なさい。これは、初めて蓮と会った時の、なぜこんなものが。七星さん、大丈夫か？ごめんなさい、私。七星さん。私、大切なこと忘れてる。もう少しで思い出すそうにってなると、頭が割れるように痛い。泣いてるの？あなたは一体？そんな、じゃあ。思い出したよ。今日が何の日なのか。約束をした大切な人のことも、そして私がすべきことも。参ったな。七星さん大丈夫かな。これで何か。ってかさっきの映像は、てか満を持して登場したね。ひとしくんとジンさん。おお、これはもう続きとかはないかな。出会った時の映像がなんで。そうね、レン君意外に素直だったな。まあ、それはいいとして。もう一人娘っていうのが、どっちかなんだよね。今の状況的にやっぱ第一候補は、かなちゃんの方なんだけど、ここで舞ちゃんの可能性もなくもない。その可能性も十分あり得るんだよな。そこら辺まだぼかしてるからなんともだけど、ラウンジ行けって、でもね、鍵がねえんだよ。てかちょっと非常階段の方行ってみるか。これってもしかして、ああ、レン君に会いに行ったのかな？これまだザッピングで、
変わるけど、僕とレンの出会いの映像が保管されていた。なぜこんなものがあるんだろうか。七星さんの様子がおかしくなり、はぐれてしまったが。うん、ていうか、確かに、なんでそんな映像が、あれ、明らかに隠し撮りかなんか、いや、監視カメラ。わからん。わからんぞ。鍵か、もう一回ちょっと、てか、ここは同じ部屋だって。探索してみっか。黒い液体がなくなってるな。ああ、普通に。お掃除されたんだろうか。あれ？またかい？おや、黒い液体がこびりついてて、どういう状況なんだよ、これ。扉からぬるっと出てきたな。いや、こう入った人がこう、植木鉢両端からこう挟まれて血がドロドロかなと思ったんだけど。そんなこともないね。変わったことはなさそう。てか、鍵があるな。幼い時はいつも会社全部使ってかくれんぼしたり、社員のお菓子を探したり、思い出すのは楽しかった記憶ばかりだ。辛かった記憶は忘れるもんだからね。ソフト開発の資料が並べられてる。父さんは夜遅くまでパソコンとにらめっこしてたな。この会社にはよく連れてきてもらえたけど、いつも一人だった。そんな時レンと会えて、毎日楽しかったな。会社に連れてきてもらってって。キーボード？おう。キーボードの一部に何か液体がこびりついてる。あ、やっぱなんか透けてんじゃなくって、カタカナ、ひらがな、ローマ字。のとこになんか赤いのがついてて？ついてて？ラウンジ。ラウンジの鍵と一緒にメモがある。ラウンジの鍵を手に入れた。ある女の子がいました。その女の子には家族がいませんでした。だから寂しくならない、ないようにと思って友達になりました。毎日毎日遊びました。ある日いきなり女の子はいなくなりました。最後に会った時、女の子はこう言ってました。かゆい。馬。ナトラカなのに。ナトラカ。ナトラカなのに。ナトラカなのに。どういう意味だ？まあ大体わかるんだけど、ごめんなさいね。すぐにはちょっと私もね、カナ入力をしないからね。わかんないんだよ。ローマ字で入力するか。ヘボン式ではないので、嘘つき？傷つき？ずっと一緒って約束したのに。今声が聞こえたのに。誰もいない。空耳かな？ぬるっと消えてったな。黒い液体が消えた？とりあえず鍵は取った。こっちは開かない。ラウンジの鍵だから、ここで使えばいいんだろうけど、ここに一体何があるのだか。ここからフローが見えるのか。今誰か通った気がしたけど、おそらく気のせいだね。ひまわりか。コーヒー用のものかな？砂糖とかミルクが置いてある。ポットはあったかい。自動販売機の明かりもついてるし、電気は通ってるのが救いだな。電気は通ってんのに、電気はつかない。いや、つけようとしてないだけなのかもしれないな。保湿ティッシュ、いろんなティッシュがあるんだな。僕が知ってるのは、匂い付きティッシュくらいか。美味しいティッシュとかね。新聞だ。あれ、この新聞、20年前の日付じゃないか。月宮コーポレーションでエレベーター事故。これは、ああ、向こうでも見たか、向こうサイドかな。転落した子供は間もなく死亡が確認された。亡くなったのは、この会社に勤める社員の子供で、会社には遊びに来ていた時に事故に見舞われた。遊びに来てる。20年前の記事、エレベーター事故。僕はこの事故のことを知ってる。なんで今まで忘れていたんだ。いや、もっとこの事件のこと知ってる気がするのに。誤解をあらかた調べたし、順と合流するか。で、ああ、こっちに来るのか。なるほど。なるほど。
純くんの方を進めても、この状況は変わらんのか。うん、これって、どっちをクリアしたかによってエンディングって変わるのかな？セーブを一応二つ残しておくか。はい。まあ、いいセーブなんじゃないかな。ちょっと、もやっとはしてしまってるんですけれども。じゃあ次回はいよいよこっちを進めていきましょう。うん、真実がそろそろ、分かってくるかな。まだ分かんないことはたくさんある。うん、そこら辺は期待して待ってましょう。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。